拍手を鳴らしたんです。え、嘘でしょ、本当にこの人が。嘘でしょ、今名前見たら。あ、姫川さん、風船ごかです。あ、マジっすか。あ、マジか、クラクション鳴らしたんですか。そうだったんだ。よかったらあれですか、今度飯でも食い行きますか。よろしければ、よろしければですけど。うん、マジか。いやその首の何これですか、ネックレスですね、ネックレス、まあ、ネックレスっつってもこれ安もんすよ、これ1000円ぐらいの、999円プラス、あ、999円税別税込みだと1000だから80円ぐらいでしょ、安いっしょ。まあもともとこれはこのね、服装はね、はじめ社長なんですよ。服装ははじめ社長を意識して着てます。だからヒカルとはじめ社長のコラボレーションなんで、このファッションはね。うん、まあ俺ヒカルもはじめ社長も好きだから、まあ髪型ヒカルだから正直全部ヒカルにしたいなって思うけど、はい。まあ、このコメントは読まない方がいいのかな、メッセージカード。あ、ありがとう、わかりました、ありがとうございます。はい、あ、いいね、ココアダッス、うん、よいしょ。あー、ちょっと匿名の方から、お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、そうです。あー、ダッス、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。あの、服装ははじめ社長なんですよ、髪型はヒカルなんですよ、あとメガネもね、うん、もうちょい。まあ、これが全体ですね。風船5個出す。これが全体っす。なかなかね、全体見せられないじゃないですか。カメラ結構アップになっちゃってるんで。誰かカメラマンがいるわけじゃないから、こういう撮り方だと全体あんまり見せれないと思うんですけど、こんな感じになっておりました。鎖骨曲がってるの確かになんか変な気がする、ちょっと。あとね、この前ね、あのマッサージ行ったんですよ。あの性感とかじゃないですよ、あの普通のマッサージです。 R さんと行ったんですけど、なんだっけ、あれなんかマッサージみたいなやつあるじゃないですか。初めて行ったけどね、人生で。その時になんかね、骨が曲がってるから、骨が曲がってるからね、整体行った方がいいですよって言われた。整体行ってからこういうマッサージとか来た方がいいですよって言われた。骨がなんか曲がる、なんかマッサージしてると分かるんだって、マッサージ師は。骨が曲がってるんだって。だから整体に行ってからマッサージをした方がいいって言われた。
ツでかい。いや、なんか俺確かにね、俺なんかね、ケツでかい気はしてた昔から。なんかそれはね、なんか自分ってケツでかいのかなって思ってた。なんか変なんだよな、後ろ姿のこのケツの部分というか。なんかな、俺ケツでかいのかな、完全にケツデカ星人ですよね、これね。クレヨンしんちゃんじゃないけど。なんかね、俺ズボンと、自分ってさ、あんまり、自分の後ろってあんま見る機会ないじゃん。でもなんか鏡越しにさ、なんか後ろ見たら、あれ、なんか普通の人よりでかい気がするみたいなことは思ってた。ズボンの感じとかもさ、ズボン履いてる感じ、なんかわかんないけど、ケツが目立つっていうか。なんかね、それは感じてた。タイムラグがあるから、俺が後ろ向いた時にすぐにこう俺が見に来れば見れるな、放送画面を。まあてかタイムシフトを確認すれば一発だけど。あーてか、そうそう、風呂入っていかないと。こっちから見た方が光るっぽくないですか、この黒い金髪の方だけだとっぽくないけど、こっちの黒い方から見るとちょっとぽい。ここの上から撮るか。じゃあキャビアフォアグラ、あ、こんにちは、どうも。キャビアフォアグラ、なんだっけなんとかシャトーブリアはあ、風呂はね、入ってくる。マンスリー1位の人に一言。何、マンスリー1位って誰が今マンスリー1位なの。誰だよこれ誰だか知らないよ。この人が誰だか知りません。あ、いいね、アダス、ここ。あ、クラッカーアダス。チョコもアダス。誰やねん、これ。アダス、チョコアダス、ルンルン。あ、いって、ルンルンさんアダス。あ、りょうさんもアダス。アダス。いって、あー来た、あーだっす、ボーナス来た。